バディ・デ・フランコバディ・デ・フランコは、アメリカ・ニュージャージー州、カムデン出身のジャズのクラリネット、バスクラリネット奏者。ニュージャージー州カムデンで生まれたデ・フランコは、サウス・フィラデルフィアで育った。9歳までにクラリネットを演奏し、それから5年のうちに、全国規模のトミードーシースウィングコンテストで優勝した。アーティショーや、ベニー・グッドマンなどのクラリネット奏者が率いる、スウィングミュージックや、 ビッグバンドが衰退したのと同じ頃に、彼はプロとしてのキャリアをスタートさせた。ほとんどのジャズクラリネット奏者はこの変化に適応しなかったが、デフランコはクラリネットを独占的に演奏し続け、数少ないビバップクラリネット奏者の一人となった。1950年、デフランコはカウントベーシーのセプテットで1年間を過ごした。その後、 1950年代初頭にピアニストのソニー・クラークやギタリストのタル・ファーローを含む小さなコンボを指揮した。この期間、デフランコは MGM、ノーグロン、バーブでレコーディングを行った。後者の2つのレーベルはノーマン・グランツが所有していた。1960年から1964年の間にデフランコは アコーディオン奏者のトミーグ・ミナト共同リーダーとして4枚の革新的なカルテットアルバムをリリースしている。1966年から1974年までグレン・ミラー・オーケストラのバンドリーダーを務め、世界的に有名なグレン・ミラー・オーケストラ・バディ・デ・フランコ監督という名称で活動するようになった。彼はまた、ジーン・クルーパ、アート・ブレイキー、トミー・ドーシー、カウント・ベーシー、 チャーリー・バーネット、アート・テータム、オスカー・ピーターソン、レニート・リスターの、ドド・マー・マ・ローザ、テリー・ギブス、チャーリー・パーカー、リジー・ガレス・ピー、マイルス・デイビス、エディ・ダニエルズ、プッテ・ウィックマン、ビリー・ホリデーなど多数と共演し、リーダーとして数十枚のアルバムをリリースした。2014年12月24日、フロリダ州パナマシティの病院で死去。91歳没。デフランコは、 ダウンビート氏から20個の賞、メトロノーム氏から9つの賞、そして16個のプレイボーイウォールスターズ賞を受賞した。トミー同士、ライオネル・ハンプトン・その他。ありがとうございます。